はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。やばいです。次のイベントの情報が入ってきました。しかも新シリーズということで、今日はですね、まあその話メインにしていくわけなんですけども、まずは今やっているねイベントの話もね少ししていきたいなと思います。これはですね、妖怪ウォッチプニプニの1ヶ月間の売上ランキングの推移を表したグラフになります。やばいです。プニプニ売上イベントが、このホロライブとのコラボイベントが始まると同時にほぼ垂直に上がっています。そしてイベント後半、普通は売上下がってくるんですけども、全く下がりません。ホロライブの力恐るべしですよ。これはちょっとレベル5もウハウハじゃないですか。まあとは言ってもですね、やっぱりコラボですからレベル5だけが良くてもねダメです。もちろんホロライブ側にもねメリットがないとコラボの意味がありません。ホロライブ側もですねすごいです。まあ港アクアさんはね直接今回の妖怪ウォッチプニプニとのイベントには登場してはいないんですけども、ホロライブの主要メンバーアクアさんなんですけども、卒業ということでわずか1日に投げ銭4660万円超えということで、まあホロライブのね港アクアさんが2024年8月28日をもって卒業しました。 YouTube ではチャンネル登録者数225万人超えの人気を博すも、会社との方向性の違いを大きな理由に卒業することを発表しました。スーパーチャットは卒業ライブだけで3716万円、そして28日の合計では4660万円超えも寄せられたということだそうです。まあ何なんでしょうかね、まあ絶好調なんで、まあ普通にね、まあ第三者から見ればどうして辞めるんだやめなくてもいいじゃないか、結構楽しそうにやってるしねとは思うんですけども、やっぱり本人いろいろ思うところもあるんでしょうね。やっぱり何なんだろうね、この会社との方向性の違いっていう風に柔らかくは言っていますけども、やっぱりなんかね多分不満があったんじゃないかなと思います。まあこれはですね、まあホロライブに限ったことではなくて、まあいろいろ学校であったり会社であったり、やっぱりどうしてもね方向性の違い出てくるので、まあそれはしょうがないかなと思います。次のイベントは、さあ次のイベント、まあ今ねもう X とかねいろんなところで騒がれていますけども、運営もうまいよね、なんかこの騒がし方がね、うまくこう匂わせ匂わせちょい出しみたいな。ことの発端はですね、こちら妖怪ウォッチプニプニ公式 X のポストなんですけども、ミコメットとのコラボイラスト公開ということで公開したんですけども、真ん中の人誰誰ということで、ちょっとねずっとこれ騒がしかったんですけども、この2人のアカウントでコラボイラストを使用したオリジナルクオカードが計20名様に当たるキャンペーンを実施しているよ、ぜひチェックしてねということで、さりげなく言っちゃってるんだけど、この真ん中の人誰っていう話ですよ。そして今日ですね、こんなアップデートでアイコンがさ変わってんですよ。そしてどっかで見たことあるあの、その前の日のポストのあの人がアイコンになっちゃってるし、しかも新シリーズってはっきり書いちゃってるしということでですね、これはもう確定でしょ、新シリーズねこれはちょっと追加情報が待ち遠しいよね。でまあこれがどんなイベントになるのか、この新シリーズということでちょっとね話していきたいなと思います。まずはですね、このキャラというかね、お姉さん見てパッと思いつくよね、あれでしょ、もうほぼ間違いないあれでしょ、プリキュア。そうなんです、これプリキュアなんじゃないの。まあプリキュア、まあ知らない人もいるかと思うんでちょっと詳しく話しておきましょうか。2004年より朝日放送、そしてテレビ朝日系列で放送されている日本の、まあ、女児向けテレビアニメシリーズ、まあ、言ってしまえば女児だけじゃありませんよ、もちろん大人の方もですね大人気です。1シリーズの放送話数は原則番組単位として1年ごとにリセットされており、各シリーズの間には
映画プリキュアオールスターズシリーズなどのクロスオーバー映画を除き、同じテレビ朝日系列で日曜朝に放送されている仮面ライダーシリーズやスーパー戦隊シリーズと同様に登場人物や世界観などの連続性はないと、もう大人気シリーズとなっております。で、このアニメ見てわかる通り、もろかぶりじゃないですか。アイコン見た瞬間にプリキュアじゃないですか。ということで、プリキュアシリーズ、まあそうは言ってもですね、プリキュアそのまんまっていうわけにはいかないと思います。まあいろいろ著作権だったりね、いろんな問題ありますので、そのあたりの切り抜け方はレベル5、大得意でございます。うまくですね、オマージュ、パロディ、パクリ、ということで、うまいことそれを妖怪に落とし込んでシリーズ化してくるんじゃないかなと思います。だってさ、この絵のタッチ見てくださいよ。一緒でしょ。これは一緒でしょ。ということで、もしくはですね、こっちかなってのはあります。魔法少女？そうなんです。これもしかしたら魔法少女なんちゃう？魔法少女に憧れてありますよね。小野中明弘さんの日本の漫画、交渉は魔法アコ。まあ、ある日突然悪の組織の女幹部となってしまった少女を描くコメディ作品である。魔法少女に憧れを抱く中学生の柊ウテナは、ある日突然謎のマスコットメナリータから悪の組織エノルミータの女幹部の力を与えられるということで、こちらも人気漫画なんですけども、パッと見て、あ、これ魔法少女なんちゃうと思った方必ずいるかと思います。このイラスト見てください。もろかぶりじゃないですか。このそのまんまやないかということで、魔法少女系をですね、プニプニに落とし込んでくる可能性はあります。まあイメージですけどね、ニャーサー王物語もね、アーサー王物語をモチーフにして、それをパロディー化して妖怪ウォッチに落とし込んでくる。これ日野社長大得意なんで、魔法少女のイメージをこうパクリじゃないんですけど、このモチーフにしてオリジナルストーリーに落とし込んでくるという、あるんじゃないでしょうか。もしくは、いや、こっちかな。これをね、一番に思い浮かべた人はかなりいるかと思います。アイドルなんちゃうっていうね。そうなんです。推しの子アニメありますよね。主人公の青年が死後に前世の記憶を持ったまま推していたアイドルの子供に生まれ変わる転生もの。ファンタジー設定でありながらサスペンス要素や現代社会を投影した展開、芸能界の闇へ切り込むリアルさが本作の特徴である。僕もこれはですね、大好きなアニメになります。まあアニメの方がね、僕好きなんですけども、 Amazon プライムで見てます。もう何回も見てます。推しの子なんちゃう。確かにこれイラスト見てください。まんまじゃないですか。まんまじゃないですか。なのでアイドル系転生もの、いや転生か、アイドルものをねモチーフにした妖怪来るんじゃないでしょうか。それはちょっとね楽しみ、面白そう。アイドル妖怪、ま、今いますし、比較的やりやすいんじゃないかなと思います。もしくはこっちかもしんない。転生もの、今さっきちょっとチラッと言っちゃいましたけど、転生なんちゃう。転生に関してはね、もうすでに出てます。転生妖怪でこの天才妖怪現れる、まあ妖怪ウォッチのねキャラが転生して全然違うキャラに変わるっていうシリーズあります。それのまあ続編というかね、新バージョンで来る可能性はまあこれあるよね。妖怪ウォッチプリプリのね人はですね、こういう使い回し大好きなんで来るんじゃないでしょうか。もしくはちょっとね、すいません、僕が大きな間違いを犯していたかもしれません。これですよ。このアイコンよく見てください。本当ね、パッと見ただけだと間違えちゃうんだけど、よく見てください。これね、新シリーズじゃないんですよ。新シリーズなんですよ、これ。
これ死じゃなくて津なんですよ。ということで次はですね、杉をモチーフにしたイベントが来る可能性があります。これ来たらね、もうやられたって思うけどね。まあそれはそれで楽しみだけどね。まあ西田敏行さん出るか分かりませんけども、釣りバカ日誌をモチーフにしたイベントが来る可能性がワンチャンあります。さあ皆様ですね、次のイベント、新シリーズ、新ツリーズ、どんなイベントになると思いますでしょうか。そのあたりね、コメント欄で教えてほしいなと思います。間違っていたらごめんなさい。